このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はプリンを作っております。今日はね、皆さんにとっておきの目から鱗のカラメルの作り方を教えたいと思います。よくですね、カラメルの作り方はまず先に砂糖とお水を混ぜて、そして好きな、そして好みのカラメルの色になったら火から下ろして、そして今度は沸騰したお湯をまたその中に入れてパチパチ跳ねるから気をつけてね、みたいな決まり文句が書いたレシピが多いと思うんですけれども、それって本当にいるのかなと思ったりして、最初に全てのお水の分量を入れてから火にかけて、でこのようにかき混ぜます。そしてその後は中火でひたすら焦げるまで置いておきますね。そのやり方でやったら一体どうなるのかっていうのを検証してみたんですよね。そしたらね、何の問題もない美味しいカラメルになったんですよ。そしてそのカラメルを、もしちゃんとプリンの下に敷いて焼いて冷やしたら一体どんな風になるのかっていうことまで調べたんですよね。そしたらね、全然同じなの。だからなんかレシピの固定概念っていうのがあって、それを見てみんな作るから、やっぱり頭の中にそれが残ってて、どうしてもそうしなきゃいけないみたいな脅迫観念があるわけね。なんだけど、めんどくさいなと思って、何でもやってみることってすごい大事で、なんかよく炒め物でも最初にニンニクを炒める、玉ねぎをその後入れるとかって、お肉をその後入れるとかいうことが多くて、だけどそうするとニンニクって焦げちゃうなとか、おかしいレシピってすごいたくさんあって、自分の本能の思うままにやってみると新たなレシピが生まれたりとかするので、なんか分量だけ見たらあとは自分の感覚のままにやっていくっていうのってすごい大事かなって思いますね。はい、こんな感じで、なので最後に熱湯をわざわざ沸かして、新たにお水を加えて、バチバチそれが飛んできて手に当たってやけどとかしないっていう、もういいことずくめのレシピでしょ。そう、それで味も全く同じ味に仕上がるので、ぜひ皆さんもこれからはめんどくさいレシピはぶっちぎって、ぜひ最初からお水を入れて最後にお水足さなくても全然大丈夫だと思います。今日はね、固めプリンが食べたくなってプリンを作ってるんですよね。で、一個一個に分けて作ってもいいんですけど、このレシピでだいたい4つ分ぐらいできると思うんだけど、ちょっとめんどくさいんで、私はいつもケーキ型で一気に作っちゃうんですね。はい、そしてこちらの固めプリンも、家の中に生クリームも何にもなかったので、本当にシンプルに卵と牛乳と砂糖とバニラエッセンス、それだけで作ってみたんですよ。そしたらね、ちゃんとしっかり固めのプリンができるんですね。焼き方と、あと材料はうちのそのミルクっていうのが、もしかしたら日本のミルクよりもちょっとパーセンテージがクリームに近い濃いミルクかもしれないんですが、それにしても生クリームなしでも全然いいじゃんっていうものが出来上がったので、レシピの方を紹介したいと思います。分量は下の概要欄の方にも明記しておきます。はい、まずボウルに卵を4つ割り入れました。こちらは L サイズの卵になっているので、もし卵のサイズが小さかったら5つぐらい使っちゃってください。はい、こちらに砂糖 100g を加えて混ぜます。味に深みを出すために、私は白いお砂糖と茶色いお砂糖半々ずつ混ぜてますが、こちらは、白いお砂糖だけでもいいし、茶色いお砂糖だけでもいいし、自分の好みでやってください。全部で 100g 入ります。はい、こちらにバニラエッセンスを大さじ1加えます。手作りのバニラエッセンスなのでたっぷり入れてるんですが、バニラペーストとか、形態がそれぞれ違うと思うので自分の好みを入れてください。プリンのミクスチャーを混ぜるときには、ケーキのふわふわのケーキを作るときと違って中に泡が入らない方がいいんですね。なのでなるべく平たく混ぜるというか、こうガシガシと空気を入れるように混ぜるとあまり良くないです。はい、そして小鍋に牛乳を 450ml 加えます。こちらを中火にかけて沸騰寸前まで温めていきます。はい、牛乳が沸騰寸前まで温まったら、先ほど混ぜておいた卵と砂糖のミクスチャーの中に静かに流し入れて静かに混ぜていきます。はい、
こちらを一度こしてから先ほどの型の中に流し入れていきます。オーブンは150度に予熱しておきます。生地を型に流し込んだら熱湯を沸かしておいて、型を入れた容器の方に熱湯を流し込んで型の3分の1ぐらいまで熱湯が来るようにします。その後150度のオーブンに入れて30分ぐらい焼きます。焼いてる間にちょっとお腹が空いたので、トーストを食べます。最近はこの全部 100% 全粒粉のパンを買うことにしていて、でこれにはね三男が大反対していたんですけれども、説得しまして、どんなに体にいいか、どんなに腸環境が良くなるかを説明して、そしたらね最近彼も我慢してっていうか普通にブラウンブレッドを食べてくれるようになりました。はい、型から外していきましょう。ぐるりと周り一周ナイフをこのように入れてからお皿にひっくり返すだけです。今回ですね、新たなカラメルの作り方、ちょっとイノベティブじゃないですかこれ。どこでも見たことないやり方なので、ちょっと皆さんにもぜひやってみてほしいんですが、鍋の状態とかで多少はちょっと変わってくるのかもしれないですが、この時にひっくり返す時とかもカラメルがちゃんと落ちてくるのか、いつも通りにサラサラの状態にできているのかとか、いろいろ心配事はあったんですね。ですがほら、この通りいつも通りのカラメルの質感、そしてそこにもほとんど残ってなくって、ちゃんとそのスクレーパーで取ればカラメルの状態もいつもと全く変わらなかったです。もう一度一応復習すると、鍋に 100g のグラニュー糖を入れました。そしてそのもうすぐもうお水を大さじ3杯入れます。もう沸騰したお湯とかじゃなくてお水で OK で、それを混ぜながら火にかけます、中火で。そして砂糖が溶けたら混ぜるのをやめます。そしてあとは中火でひたすら自分の好みに焦げるまで待つだけです。本当にそれだけ、シンプルに。そしてこの通りいつも通りのカラメルです。ですのでカラメルが焦げたらお水を入れて、そのお水が跳ねるのに気をつけるみたいな、そういうこともないんですね。で私一回あれで火傷したことあって、手のその親指のところに沸騰したカラメルがバチってつきまして水ぶくれになって、もう治るのに1週間以上かかったことがあったんですけども、あれってじゃあいらなかったんだっていう衝撃の吉日に気がついてしまいました。これね、皆さんにも本当にやってみてほしい。そしてもし成功したら下のコメント欄でぜひ皆さん教えてください。はい、そんな感じでちょっと上にクリームをかけて食べようと思います。このねスプレー式のクリーム、私昔大っ嫌いだったんですけれども、ダブルクリームって言ってこっちで売ってる生クリームって濃すぎちゃって、もう私気持ち悪くなっちゃうんですね。でもこれだと本当にもう空気みたいな感じで、ほとんど牛乳って感じなんですよ。だから今の私の食生活にはこれの方が合ってるなっていう感じで、最近たまに買うんですよね。はい、プリンの方はずっと食べたかった固めプリンのしっかりした感触があって大成功でした。カメラの前で食べようとしたらカップさんが食べたがっちゃって、お皿をカメラの前にやると舐められちゃうから結局最後まで食べるシーンが撮れなかったんですけど、本当に美味しかったので皆さんもぜひやってみてね。はい、動画の後半からというかですね、週末にやったあれこれをいろいろ紹介していきたいと思います。こちらの映像はもういつもいつも私たちが散歩に使っている公園で、ウッドソープパークという公園になります。なんかね、もうイギリスは本当に秋深まるという感じで、落ち葉も落ちていて、
なんかもうほんとすっかり秋っていう感じがするんですよね。気温的にはですね、もうかなり一度寒くなりまして、このまま冬って思ったりしたんですが、またここ最近すごい気持ちいい天気が続いたりして、本当にちょうどいい、まるで夏、いつものイギリスの夏ってすごくいい天気の時って18度とか一番最高な気温の時があるんですけど、それがまた戻ってきたっていう感じで、1週間ほどこのようにね、いい天気が続いたんですよね。そういう時はもうすかさず外に出て散歩するに限るという感じです。さもなければまたすぐに天気が悪くなって雨が続くので、もうビタミン D 摂取のためにも精神的にもね、絶対に外に出た方がいいんですよね、こういう日は。はい、そして今ここにちょっと違う公園に来たんですけども、これはねシティセンターの近くにある公園で、私がね生まれ育った町の目黒のね、あの碑文谷公園っていう公園があるんですけど、そこにそっくりなんですね、この公園が。だからここに来るとすごい懐かしい気持ちになって、でおまけにですね、その公園は東横線沿いにあって、たまに電車の音が聞こえるんですよ。電気のヒューンっていう電車が走るあの音が聞こえてくるんですけど、でこの公園の近くにもトラムのラインがありまして、電車じゃないんだけどね、路線バスなんだけど電気で走ってるから全く東横線と同じ音がするんですよ。なので歩いてると本当に錯覚に陥るの、私今学芸大学歩いてるって本当にそういうふうに思う場所なんですね。ですごく懐かしくなります。はい、このようにねトラムが走っておりまして、この辺は大学生のエリアでして、この日はねちょうどね初日、フレッシュマンの初日だったので、両親と一緒に寮に入る学生たちが街にあふれ返っていました。私もね長男をね一人こう大学に送っていって、寮に入るところでこう送っていった日をすごい今でも思い出すんですけれどもね、次男の時もね、あの何とも言えない寂しい気持ちでね子供を置いていくんですよね、みんな親はね。その時をすごく思い出しました。はい、そしてこのねアジアンスーパーが町にあるんですけど、ここがねリニューアルされて1ヶ月ぐらいずっと休みだったんですよね、あの改装してるってこと でやっとオープンしたので行ってきたんですけれども、中がガラリと変わっていて、この間写したビーストンのオリエンタルマートとそっくりになっていました。同じブランチなんですけどもね、こちらはシティセンター店になります。そして商品もすごい見やすくなってたし、増えてたし商品も、すごく改善されてました。あとねここはドリンク類もなんか日本人としてはお茶を飲みたい時あるじゃないですか。で全てのお茶になぜか砂糖が入っているんですよね、こっちで買えるお茶って。でも最近ね砂糖なしが増えてきたの、それがすごい嬉しいことですね私は。あとこのように日本のチューハイドリンクとかも売ってて、あの 5,6 種類私買いました。でアルコール度も 3% でちょうどいいんですよね。そういうのが本当に普通のスーパーには売ってないので、とても嬉しいですね。しかも円安のおかげか1缶2ポンドぐらいで買えるのもすごく嬉しいですね。そんなにはたくさん買ってないんだけど、動画の後半でまたこのお店で何を買ったか紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。このようにですね日本のお菓子も結構豊富に売ってるんですよね。はい、そしてレジを済ませて帰ることにします。この真ん中にいるお兄さん、ここのお店の息子さんなんですよね。私このお店が本当にちっちゃい時から利用していて、こんなに大きいねブランチ展開もしてなかったし、本当に小さいね、もうどのぐらいだろうね、10畳ぐらいの広さのお店だったんですよ。それがこんなに大きいお店になって、彼もまだすごく若かったの、そのお店があった頃はね。で私もまだイギリスに来たばっかりで、その頃から来ているので、なんだか感慨深かったです。はい、こちらは図書館の近くなんですけれども、少し前の動画で紹介したエリアなんですけど、ここもね工事が終わっていろんなベンチがこう並んでいて、で学生たちが自由にそこでお昼を食べたり休んだりできるようなスペースもなっていて、でその手前、前に見えるのが図書館なんですけれども、ここで宿題をしたりね、パソコンを持ち込んで課題を仕上げたり、もうとにかく時間つぶしができる最適なスペースになっているので、うちの三男が今カレッジに入ったんですけれども、毎日ここで宿題やったり時間つぶしたりできるので本当にありがたいですね。
また私も借りていた料理本を返して、また新しい料理本を借りて、そしてまたちょっと街を散歩して帰ることにしました。はい、そしてデパートの中に入ってみたら H&M ホームズというお店ができていたのでちょっと入ってみました。 H&M って洋服のブランドですけれども、ストリートブランドですけれども、それのホーム版が展開されていて、で最近はネクストホームとか、あとなんだろう、スーパーマーケットでさえもテスコホームとか、その洋服のブランドだったりスーパーだったり、でもそのホームっていうことで家のものに特化したお店をどんどん展開している企業が増えていて、私のお気に入りは何といってもザラホームなんですけれども、 H&M はどうなのかなと思ってちょっと見てきました。食器からソフトファーニッシュからいろんなものが置いてあったんですけれども、印象としては私はこれだったらハビタ行くなっていう感じでしたね。まあたまにちょっと可愛いなと思えるものもあったんですけれども、フランスの陶器ブランドのアスティエとビラット風のものとか、かなりごっついこう白い感じの大きいお皿とか、そういうのも売ってた。であとはこういう絵皿ですとかマグカップ、食器系はすごい豊富でしたね。でもね、ちょっとびっくりすることに高いなって思っちゃいました。これだったら本物買った方がいいし、なんか微妙なとこだなっていうのが正直な感想です。例えばザラホームだとこういった可愛いものもいっぱい売っていて、同じような値段設定なんですけれども、あっちの方がセンスがいいっていう感じかな。だから全体的に見るともちろん可愛いものも中にはあるんだけど、これもあれもっていう感じはないです。ザラのホームに行くとなんかもうカゴいっぱいに買っちゃうみたいな感じがあるんですけどね、ちょっと残念だったかな。この辺はランプシェードとかかな。あとね、やっぱりお店のその汚さかな、ちょっと気になったのは、なんでこんなところにこういうものが落ちているんだろうとか、あとディスプレイされている食器がバリバリに割られているのに誰も片付けてないとか、こういうふうに物が床に散乱しているとか、もうなんか見ていてこれ買いたくなります。本当にびっくりって感じ。さすがザ・イギリスあるあるっていう感じなんですけど、働いている人も多分掃除とかをしないの で、掃除は掃除の人がいるから私たちの仕事ではないっていうふうに割り切るのがこの国のアイデアなので、やらないとは思うけれどちょっとこれはないなって感じでしたね。でこのあたりも可愛いかなと思ったけど、ハビタにもあるし値段はハビタの方が2分の1ぐらいだしということで絶対買わないよなって思っちゃいました。で子供グッズもあるんだけど、やっぱり陳列が雑ですごい汚らしいのであんまり欲しくならなくって、唯一欲しかったのがこのレゴの、デュベカバー、すごい可愛くないですか。これはもし子供たちがまだ小学生だったら買ってたと思います。でもね結構高いの、20ポンドぐらいするから、アイキアとかハビタとかのものの方が全然安い。であとこのバスローブはすごい可愛いなと思った。でもね値段もそこそこするんですよね。なのでだったらハビタとかの方が全然安くて種類もたくさんあって陳列も美しいし購買意欲をそそるんじゃないかなっていう風なのが正直な感想です。あとタオル類とかもなんかこうちょっとしか置いてないのだからあんまり欲しくならないっていうか、であと触り心地もなんかアイケアと同じぐらいな感じでっていう感じでしたけれども、まあ物は試しにね一度ぐらい行ってみるのは楽しいと思います。はい、続きまして、週末の食材買い出しにアルディというディスカウントショップにやってまいりました。こちらはねイチジクですね。イチジクが 68p という 60p コーナーみたいなのがあるんですよ。 60p っていうと本当100円ぐらいですね。なんか100円コーナー的なところで野菜がねいろいろ売ってるんですよね。そこからとりあえずメニューも考えずに私はいつも新鮮で美味しそうだなと思ったらバーって 5,6 種類買ったりします。あとはですね最近またシリアル作りに凝っているのでナッツとかレーズンとかドライフルーツ系をたくさん買って帰りました。こういったものも普通のスーパーで買うと2倍ぐらいするのでアルディに行くともう大量買い帰ります。そして見たことのないフルーツとか割とマークス&スペンサーに行かないと買えないような珍しいフルーツも売ってたりするんですよね。あとこのようにもうちょっとでハロウィンなのでかぼちゃ飾り用のかぼちゃとかも売ってたりします。
あとはですね、最近普通のスーパーで500ミリリットル入りが16ポンドとか平気でしているオリーブオイル、こちらもねアルディで買うのが一番。割といいものがちゃんと5ポンド6ポンドぐらいで売ってるので本当に助かります。そして見てください、もう9月に入るとイギリスはクリスマス準備とみなして、このようにクリスマス商品が陳列され始めます。はい、もうちょっと早すぎるような気がするんですが、毎年のことなのでまた私は慣れてしまいましたね。でもさすがにちょっとこの時期からクリスマスのお菓子を買うの早すぎるなと思うので、もちろんスキップしています。あとはアルディに来るとこのようにちょっとディスカウント特集みたいな感じで、見たことのないお菓子からおなじみのお菓子までこのようにずらりとランダムなセレクションでディスカウントコーナーがあるんですね。そこを見るのがすごく楽しいです。感覚で言うと多分ドンキホーテとかに行っていつものより安いものが買えるかもしれないみたいな、そういう宝探し的な楽しみがあります。さすがイギリスのスーパーということで、アルコールを占める割合はどこのスーパーに行ってもかなりのスペースが占められています。一応トイレタリー商品、シャンプー、石鹸などいろいろ売ってまして、こんな風にねキャンプ用品すら売ってるんですよね。で目を凝らしてみると本当にいろんな掘り出し物があります。まあ品質はわからないですけれどもね。そしてねこういうねウォッシーナップリキッドとかも普通のスーパーで買う3分の1ぐらいの値段で売ってますのでね。そしてこれ見てください、このスパゲッティの缶詰入り、これどうしても理解できないものの一つですね。イギリスに売っていて、これをですね普通に缶からお皿に出して温めもせずに子供に出したりするんですよ。本当にいや、もちろんその住んでる場所とかエリアによるんでしょうけども、でうちの夫に聞いたところ、小さい頃あれは当たり前に出ていた食卓にっていうことです。あれにたまにチーズがかかってて、でも彼の家ではちゃんと温められて出されたそうなのでまだいいかなっていうところなんですけどね。そのままもう缶から出してそのまま子供に与える家も少なくないそうですよ。はい、皆さんお疲れ様です。今日はアジアスーパーまで行ってきて買ってきたものは、まずこれなんか美味しいって噂に聞いたので買っていました、パープルスイートポテトチップスね。紫芋のしょっぱいのか甘いのかどうなんでしょう、ちょっと試してみたいと思います。またレビューします。であと林ライスの素、これがね2ポンド70でした。こういうものにしてはすごい安い方だと思います。これでね私は結構トマトケチャップとかソースとか混ぜてハンバーグのソースとかに使っちゃうの。このぐらいずつ2かけらずつぐらい使ってデミグラス風のものを作るのに使うのね。だから林ライスとしては使わないんですけど、安かったので買いました。はい、こちらなんか日本の飴が売ってて、で円安の関係か結構こういうものがいっぱい入ってくるようになって、でしかも安いんですよね。午後の紅茶とかこの間1ポンドで買えたんですよ。すごいいいですね。だからやっぱり安いんでしょうね、輸入してくるのも。でこれがね1ポンド20でした。安くないですか。こっちで言うと1ポンドって本当に100円感覚だから、まあ150円とかで買えれば全然いいんですよね。あとこれなんかすごい懐かしいバターボールキャンディーって、なんか昭和の感じの飴が売ってて、これも1ポンド30でした。なので2つ買っちゃいました。仕事中にねすごい頭が働かない時とかに、なんかケーキとか食べちゃうとね、よくないけど飴1個だったら許されるかなみたいな感じで、忙しい時に仕事デスクワークしてる時に食べようかなと思って買いました。で、ライスヌードルも買いました。これはね1袋 400g 入りで1ポンド90ぐらいでした。安かったので買っちゃいました。昔はもっと安かったんですけどね、これぐらい入ってだいたい 80p とかで売ってた気がしますけれども、どんどんこういうものも値段が高くなりまして、そうね2ポンドとか超えちゃうかな。でちょっとタイのパッタイが食べたくなって買いました。今度作ろうと思います。またレシピ動画にしますね。それもはい、大して買ってないけどこんな感じです。
はい、皆さん今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。